俳優のいしだ壱成が16日、テレビ番組にリモート出演。2018年4月に結婚した女優の飯村貴子と離婚に至った理由を明かしました。最初の結婚は2003年、一児を設けたが、2006年に離婚、2014年に再婚したが、2017年に離婚し、今回が3度目の離婚となった。離婚となった理由については、直接の理由っていうのは、金銭的な感覚、金銭的な理由ですね。と告白、やっぱり働けないという時期が長すぎまして、僕自身もずっと職場に行かないといけないなという気持ちで、ただ、やっぱりすごく難しかったんですよね。地方で、職業安定所で、芸能人が仕事を見つけるっていうのは、そういう事情もありました。と、面接を受けても、芸能人だから、という理由から断られてしまうケースも多かったという。壱成は、2018年4月に、24歳年下の飯村と結婚し、話題に、2020年7月放送の TBS で、2年ぶりのテレビ出演、東京から石川県白山市に移住した姿が放送され、2018年9月に愛娘が誕生してから半年後、SNS による誹謗中傷に苦しみ、うつ病を発症したことも打ち明けました。